鎖状の高分子を仮定すると。イメージ図をですね、書いてみますね。セグメントを鎖で結びましたと。鎖の数が全部で N 個あるとします。で、この丸いやつがセグメントって本に書いてるやつですね。要は、ゴムだと有機物なので、炭素が一個一個のこの丸のとこに配置されてて、それがたくさんこうつながっているという様子を考えてください。鎖の長さが A で線が N 本ありましたっていう問題設定です。高分子は柔らかいのでまっすぐになっているっていうことはあんまり考えにくくて、ぐにゃぐにゃ自由に曲がると。ゴムって柔らかいですよね。ゴム弾性のゴムって柔らかいものを仮定してるんですけど、柔らかいっていうのは、ここの隣同士の鎖が一直線になるんじゃなくて、自由に曲がりやすい状態になるというふうなものを想像してほしいんです。で、簡単のために、一次元を仮定します。一次元であるっていう縛りのもとで鎖が自由に動くと。で、実際は3次元空間だから、曲がり方の角度があるんでだんだん難しいんですけど、1次元だって縛りの場合、鎖が自由に動くっていうのは、右方向に行くか左方向に行くかのその2択であると。どっちに行くかは自由ですよっていう。右に行ったり左に行ったり、こんな感じでこう、ここから先書くとキリがないので途中経過省略しますけど、最終的にこういうふうにランダムに左方向に曲がったり右方向に曲がったりっていうのを、続けて、最終的にここまで行ったとすると、こっからここまでの長さを MA だったとします。この問題設定は前回ランダムウォークの紹介をしたと思うんですけど、酔っ払い問題ですね。あれと基本的にやってることは一緒なんですよ。これ以外の仮定が何もない場合はですね、ここからここまでの長さの期待値はおそらくゼロになるはずで、それがさっきちらっと見せた昨日のスライドですかね、二項分布もしくは正規分布みたいな形になってて、 M がゼロのところで最も高確率になっていると思うんですけど、ゴムの場合は何もしなければ、一番短い自然長の状態になっている、一方で、力を加えると伸びたりしますよね。つまり、外から外力が与えられた場で、ランダムウォークの問題を解いてみましょうよっていうことに、行き着くわけです。まず、熱力学の第一法則。外から与えた熱量っていうのが、内部エネルギー足すことの仕事というふうに、与えられます。外から与えた、熱エネルギーは、エントロピーを使って、こう書けるんですかね。エントロピー変化が熱量ある温度ですからね。絶対温度なので、熱量はエントロピー変化かける温度になりますね。で、次に、ここ DV じゃなくて DW か。で、3次元空間だと、圧力かける体積、PdV に、なるんですけど、1次元の話を、仮定しているので、F だけ力を与えると長さが X になったと。だから今長さ MA、これを X っていうふうに仮定しますと、F と X から仕事っていうのは FDX というふうに書くことができます。整理すると TDS イコール DE っていうのが内部エネルギー。高分子が持ってる熱振動のエネルギー。引くことの、外力から与えた仕事っていうふうに、そのエントロピーがもう計算できるんですね。で、次に自由エネルギーっていう概念が、必要になってきます。ここでは、ヘルムホルツの自由エネルギーっていうのを使うんですけど、イメージとしては、その熱力学では内部エネルギーとエントロピーの
バランスで、一番ちょうどいい状態が安定化するっていう概念があるんですよね。水が低きに流れるように、エネルギーは小さいければ小さい方がいいと。一方で、エントロピーっていうのは、まあ、乱雑さの、指標になるんですけど、ばらついてる方が、そのランダムな方が安定であるっていうふうな自然の摂理っていうのがあるんです。なので、エントロピーが大きい方がいいっていう意味で、ここにマイナスがついてるんですよ。で、エネルギーが小さくて、エントロピーが大きい、ちょうどいいところで、この自由エネルギーが極小になって安定になると。で、その極小値を求めたら、その時の、パラメーターが最も自然な状態である。そういう、まあ、意味で、自由エネルギーっていうのを定義したんですね。これの微小量を全微分形式で書いてあるというふうに書くことが、できます。1番を2番に代入してっていうふうな、感じで書くことができるんですね。まあ、エントロピーを求めたい場合もあったり、力を求めたい場合があったり、こういうその外部パラメータを求めるっていうのが、この熱力学の手法だったりするんですけど、この全微分形式から導き出せるのは、エントロピーはマイナスの自由エネルギーの温度微分で、力も同様にマイナスの自由エネルギーの長さ微分で書くことができると。今のゴム弾性の問題では、こっちの方の式を使って求められると。このヘルムホルツの、自由エネルギーっていうのをちょっと使ってみたいというわけですね。ゴム弾性の場合は、高分子の内部エネルギーは熱振動だけであるというふうに、考えると、まあ、温度のみの例えば関数だったとすると、エントロピーは、まあ、ランダムウォークの問題と同様に、酔っ払いが行ったり来たりする時の組み合わせからログを取ることによってエントロピーが計算できるという問題をそのまま適用すると、これを使うことになる場合の数がこれで、これの対数を取ることによってエントロピーが計算ができると。要するにランダムウォークの問題とするわけですね。求めたいのは力と X の関係。自由エネルギーを X で微分したいわけですよ。内部エネルギーは温度の関数ですから、X で偏微分すると、まあ、無視していいことになるんですね。で、T は、まあ、温度なので、これは、偏微分、X で偏微分の場合、定数として外に出てくると。こう、F か。力は、温度かけるラウンド S ラウンド X っていうふうに書くことができます。X イコール MA なので、ですよね。ラウンド M ラウンド X は A 分の1か。要するに結論としては A 分の T かけるラウンド S ラウンド M を計算すると、力と M との関係式が計算ができます。これをここに代入して、いろいろ計算すると、ラウンド S ラウンド M だから S を M で微分するんですよね。M に関係するのはここの M の2乗しかないので、A 分の T かけるマイナスの N 分の M っていう感じになります。MA イコール X ですから、X に直すとマイナス NA2 乗分の TX っていうふうな感じで、書くことができると。ボルツマン定数の K がどこに入ってくるのかな？こういう感じか。F イコール KX の形。高校物理で習うような、力っていうのはバネの伸びに比例しますよっていうのが、熱創系力学を使って、まあ、単純な形で表現できましたっていうふうな、まあ、主張になるんですよね。ちょっと注意点があるとすると、ここの K っていうのは今熱力学だからボルツマン定数で、まあ、バネ定数の K とはちょっと違ってて、ここの部分全体がバネ定数になると。より厳密に求めようとしたら、3.3式を近似しすぎたので、厳密なエントロピーの式で出さなきゃならないんですよ。
その3.3式は、まあ仮定として n が十分大きい仮定を用いたんですけど、より厳密にするにはこういう式を使うんですよ。要は3.3式の近似する一歩手前の式ですね。結局ランダムウォークの問題から出てくるんですけど、結局やることは一緒で、スモール f イコールラージ f、 自由エネルギーを x で偏微分してマイナスをつけてやると出てくるんですね。これをここに代入するんですね。見ての通りすごい複雑な式で、途中経過いろいろありますけど、省略、あとは各自で計算してみてほしいんですけど、最終的に3.14式みたいな感じになるということになります。出てきた結果が割と大事で、こっちが F か、こっちが X になるんですかね。M に比べて N が十分大きいときは、こういう X と F との間には比例関係が成立をすると。で、それは前のページで近似した計算結果そのものになるんですけど、N と M が近づいてくると、さっきの近似が効かなくなってくるんですね。で、その時にこの厳密な数式が必要になってきまして、その比例から外れたところがこの部分に、相当するということですね。なんかだんだんその頭打ちに、結果が頭打ちになってくるのが、まあ、見えてきてるかと思うんですけど、要はその鎖の数が n 個あったら、最大値は n かける a になりますよね。いくら力を加えてもこれ以上伸びないよっていうふうな、まあ、状態にだんだん近づいてくる。で、まあ最初は比例関係にあるんだけど、だんだんこうなってきますねっていうのが、その厳密に求められる。こっち側の比例関係の方は、要はニュートン力学でいうところのフックの法則。x が十分大きくなってくると、だんだん外れて上限がありますよっていうふうな、まあ、なんか常識的な結果が出ると。そのフックの法則と、この結果が、つながっていく様子っていうのが厳密に、計算できますね。3次元空間ではどうなるのっていう話がこの先書いてあります。それがその92ページの、空間の中でゴムを引っ張るっていうサブタイトルがついてますね。今までの話は1次元空間の話だったんだけど、分子が3次元的にぐにゃぐにゃ曲がっていく、時に力とゴムの長さとの関係を計算しましょうねっていうふうな、話です。計算はむっちゃ複雑なんですけど、発想は基本的には一緒です。以上がゴム弾性の話。要はそのフックの法則っていうか、そのバネの力と、バネの伸びとの、関係っていうのを、エントロピーの概念を、まあ、統計力学から導き出して、それを熱力学に適用させて表したということになるんですね。で、この眼形っていうか、その導出の利点は他にもあって、まあ熱力学の話が入っているので、温度とゴムの伸び縮みとの関係も、まあ、表現できるっていうのがちょっと強みでもあります。そのゴムはやっぱりその高分子で、まあ空間上にその自然界に普通にあるものですから、そのゴムの弾性って温度があったかかったり暑かったり低かったりすると弾性って変わっちゃうんですよね。その温度とともに強くなったり弱くなったりするゴム弾性っていうのも表現できるっていうのが、このゴム弾性の、計算の、利点の一つである。